大谷翔平選手を応援するファンの皆様、新助ハンディマンです。8月11日第18戦対アスレチックス、大谷翔平選手は5番 DH で出場です。今日の大谷翔平選手は4打数の2安打、1つのフォアボール、1つの盗塁を決めてます。今日もエンジェルスは6対0でアスレチックスを破りました。やりました。これで連勝ですね。今季エンゼルス初めての連勝となりました。このカード、2連勝なので、勝ち越しを決めました。それではですね、大谷翔平選手の打席と、エンゼルスの試合内容をですね、一緒に、振り返ってみたいと思います。大谷翔平選手1回の攻撃、2アウト1塁2塁からの打席なんですけれども、大谷翔平選手は2ストライクと追い込まれたんですけれども、ボールを見極めて、フォアボールと、相手のピッチャーがですね、なかなかね勝負してくれないというね、貫禄のね、強さを見せたようなね打席でした。と言いますのは、相手のピッチャーファイヤーズなんですけれども、大谷翔平選手の方がですね分があってですね、5割以上のね、打率を持ってますのでね、なかなかね勝負してくれなかったという感じでしたね。続いて4回の攻撃、エンジェルスは5点の大量得点を入れました。1回のうちに3本のホームランがね飛び出しました。レンドン選手、キャストロ選手で、グッドウィン選手の3本のホームランが飛び出して5点を入れました。大谷翔平選手は、ノーアウトランナーなしからライト前ヒットを打ちました。このヒットもですね、大谷シフトをですね破ってのライト前ヒット、なかなかねいいバッティングでした。一塁選手と、セカンドの選手の、間をくぐり抜けるライト前ヒット。その後でですね、大谷翔平選手、二塁への、ね、盗塁も決めました。足の、ね、速さも、ね見せつけました。これ大谷翔平選手今季、2つ目の盗塁となりました。5回の攻撃の大谷翔平選手第3打席目、ワンアウトランナーなしで、これまた、ライト前ヒットを打ちました。セカンドのグラブを弾くようですね、鋭い打球、160キロぐらい出てたというデータだったんですけども、ナイスヒットでした。そして、6回の攻撃は、デビッド・フレッチャー選手がホームランを打って1点追加しました。デビッド・フレッチャー選手今季3号目のホームラン、これもね素晴らしいホームランでした。そして、6回の攻撃の大谷翔平選手第4打席、2アウト1塁2塁のチャンスだったんですけれども、残念ながら大谷翔平選手はレフトフライに、終わってしまいました。8回の攻撃、大谷翔平選手の第5打席、2アウトランナー1塁からだったんですけれども、大谷翔平選手は三振に終わってしまいました。それで今日の大谷翔平選手は4打数の2安打、1つのフォアボール、1つの盗塁を決めて、今日は終了という形になりました。これで大谷翔平選手の打率は2割2分4厘とまで上げてきました。大谷翔平選手、今日もマルチ安打を打ちまして、今季3試合連続のマルチ安打を決めています。これはですね、大谷翔平選手自己の最高タイの記録となっております。といった内容で、エンジェルスは6対0で首位のアスレチックスを破りました。これで通算成績、7勝11敗としました。この勝利で、エンジェルスは最下位を脱出しました。しかもですね、2位以下のですね成績はですね団子状態となってきましたのでね、上位にね行けるチャンスも出てきました。そして今日注目の選手、ディラン・バンディ投手ですね。いや今日の、投球内容も素晴らしかったです。7回を無失点、1つのフォアボール、そして10個の三振を奪って、勝利投手となりました。こういったですね、バンディ投手がですね、頑張って7回まで投げてもらうと、ブルペン陣もですね、しっかり休めることができて、次の試合につながることができますのでね、やはり、
フォアボールが少ないっていうのがですねいいと思うんですけども、フォアボールが少ないおかげで、長いイニングを投げれることができるということなのでね、そこがね、秘訣だと思います。さて明日も試合があります。明日の先発ピッチャーはグリフィン・キャニング投手となっております。明日も勝って、アスレチックスを、3立てにしたいと思います。そして大谷翔平選手、明日マルチヒットが出れば、4試合連続のマルチヒットとなり、自己最高記録となりますのでね、そこら辺も応援しながら、期待したいと思います。皆さんも明日の応援よろしくお願いいたします。それではまた。